君が瞬きをする音、目をそらした音さえ、こんなにもたやすく聞き分けてみせるのに。時に夢を何としましょうか、誰も知り得ないはずの心なんてさ、期待をしないよ。そんなの狂いだってない、正確に記録された、自己責任にそれ以上意味はないはずだもの。故にどんな顔して笑おうと、借り手にかからないことは信じるに値しないんだ、それが全て。それだけ曖昧なものだ、見えないものだ、最適な治療法などどこにもない。感情の判断はどうしたらいい、心境の分別はどうしたらいい、しょうがしょうもない不明瞭が偉いとは脈を打つんだ。雨も嵐もどうだっていい、後悔の人生だとしたっていい、どうしたらいい、感情の判断はどうしたらいい、心境